人材派遣大手のパソナグループは今日、就職氷河期世代を中心に正社員を採用しようと説明会を開きました。パソナグループは就職氷河期世代を中心に地方創生事業に携わる正社員を募集する採用を始めていて、今日大阪府内で開いた説明会にはおよそ110人が集まりました。いや、もう大変タイミングがいいんじゃないかなと思ってるんで、もう飛びついてきました。就職の時にこう思うところに行けなかったっていうのが一番大変でした。就職氷河期世代を今回は重点的にこう、なんていうんですかね、チャンスをくれるっていうことが大変嬉しく思います。アルバイトで正社員で働きたいなって思って探したらここに出会った感じです。採用枠は300人で、そのうち200人がパソナグループが運営する淡路島での事業に携わります。淡路島を世界一のリゾートアイランドにすると、このパソナグループで正社員として入った以上はもう人の2倍3倍自分の夢を実現するために頑張ってもらいたいと。パソナによりますと、この採用は政府が進める氷河期世代支援策に合わせて実施したもので、淡路島以外でも全国各地の拠点で働く人を募集していて、選考は随時行うということです。